今回はアグリシステム道央支店にあります。小麦を保管するサイロを見学しました。収穫前の時期だったため、サイロの中にも入ることができました。サイロは最大で1等1500トンの小麦を保管できるそうです。夏場でも15度以下ぐらいですか？そうですね、一番温度中で上がるときって何度ぐらいですか、サイロの中は。もうちょっと上がりますか、15度以上上がりますかね。あ、夏場とか。夏場はもっと上がりますね。中の空気はね、そうですよね、その空気のところは暑いんですよね。でも小麦自体が冷えてるので、はい、っていうようなイメージですね。なんかだから小麦自体が保冷剤になるというか、あの冬の間に冷えて、後ほど出てきますが、この床のスクリューが小麦を中央に寄せて、中央の穴から小麦を外に出します。手で取った時に穴が砂時計みたいに落ちていって、この下をこんな感じのスクリューが入ってますので、それでどんどん外側に向かってこの毛運んでいきます。で、外側に、工場の方に運んでフラインがありますので、そこから工場の方、もしくは出荷 のタンクの中に移動していきます。手で綺麗に取れる、最後綺麗に取れる。ですね、とりあえず真ん中を開けておくと、ここが見えるぐらいまでは自然落下で全部流れてくれるんですよね。で、ここがこの部分が見えるようになると、今度そっちのところを少し開けて、そこをまた今こっち向きですけど、でこっち向きにやって、この真ん中のこれを出すのと、このラインを空にすると、これが丸ごとここに出てきて、で最後はこれを回して、これ回って中央にどんどん麦をかき寄せていくんです。それをぐるっと一周させるとかなり綺麗になります。ただ最後は地味です。